ワグネル兵士よ、ウクライナに寝返りせよ。プリゴジンの死亡を受け、ロシアの反体制派武装集団呼びかけ。ロシアの反体制派武装集団は、民間軍事会社ワグネルの兵士らに対し、創設者エフゲニー・プリゴジン氏や司令官のドミトリー・ウトキン氏の死に対する報復として、ウクライナ側に寝返るよう呼びかけた。ロシア非常事態省によると、プリゴジン氏、ウトキン氏を含む計10人がモスクワ郊外で23日に墜落したプライベートジェット機に搭乗していた。生存者はいないとしている。ウクライナ側で戦うロシア義勇団 RVC の司令官デニス・カプスチン氏は、ワグネルの兵士ら向けに動画を投稿し、ワグネル幹部の死に関与したロシア国防省の番犬として働くか、あるいは報復するのかを真剣に選ぶ時が来たと強調。報復するにはウクライナ側に寝返る必要があるとした。ワグネルは6月23日から24日にロシア軍との対立から武装蜂起したが、モスクワまで約200キロの地点で進軍を停止していた。プリゴジン氏は武装蜂起を主導したことを理由に殺害された可能性が高いと考えられており、ロシア当局が墜落の原因について何らかの結論を出してもこの見方が変わることはなさそうだ。カプスチン氏はロシアのウクライナ侵攻を終わらせようと訴え、その後我々はモスクワまで行進し、モスクワ環状道路の200キロ手前で立ち止まらずに最後まで行くと述べた。ロシア軍、ワグネル吸収を加速化。プリゴジン氏と共に幹部ら死亡。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が乗ったとみられるジェット機が墜落した事件を受け、今後はワグネルの部隊の解体やロシア軍への吸収が加速しそうだ。墜落したジェット機にはワグネル共同創設者の一人とされるドミトリー・ウトキン氏ら幹部が軒並み搭乗していたとみられ、全員が死亡した。別のジェット機も後を追って飛行していたが、墜落が起きた直後に出発地のモスクワに引き返した。通信アプリテレグラムに投稿された情報によると、引き返した飛行機に乗っていたワグネルの関係者全員も治安機関に拘束されたという。ワグネルの反乱が起きた直後、ロシアのプーチン大統領は部隊関係者に対して、ロシア軍への参加や除隊、隣国ベラルーシへの活動拠点の移転といった和解案を出していた。今回のジェット機墜落で多くの幹部が命を落としたことで、残されたワグネルの戦闘員を軍に吸収する動きが加速するのは必至だ。ジェット機の墜落が伝えられた後、プリゴジン氏の活動拠点だった北西部サンクトペテルブルクなどでは、追悼する人たちの光景が伝えられた。だが、こうした動きは限定的だ。ワグネル、弱体化決定的に。ロシア軍、異論排除し、結束図る。ウクライナ侵攻作戦をめぐって、軍と対立し、6月に反乱を起こした、ロシア民間軍事会社ワグネルの創設者、プリゴジン氏ら幹部が、23日の搭乗機墜落で死亡したとみられることで、多額の国家予算を配分され、正規軍並みの兵力を保持したワグネルの弱体化が決定的となった。プリゴジン氏が高く評価していたスロビキン航空宇宙軍総司令官も解任され、軍内の新ワグネル派は一掃された。24日で侵攻開始から1年半、プーチン政権は
作戦指導に異を唱える勢力を排除し、結束を図った形となった。一方、ワグネル関係者が管理するとみられるテレグラム、プリゴジン2023は、小型機墜落に情報機関が関与した疑いを示唆。墜落原因をめぐって憶測を呼ぶとみられる。ロシア当局によると、ワグネルの小型機はモスクワ郊外のシェレメチェボ空港を出発し、北西部サンクトペテルブルクに向かう途中、トベリ州内に墜落。墜落の様子を撮影したとする映像には、機体が煙を出しながらほぼ垂直に落下する様子が映っている。機体は大破し炎上。乗客乗員10人全員が死亡したとみられる。ロシア、プリゴジン氏を殺害との非難は全くの嘘と主張。ロシア大統領府クレムリンは、ロシア民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏がクレムリンの命令で殺害されたとの西側諸国の非難は全くの嘘だと主張した。検視結果を待つ必要があるとして、プリゴジン氏の死亡を追認しなかった。クレムリンのペスコフ報道官は記者団に対して、今回の墜落事故とプリゴジン氏を含む乗組員の悲劇的な死をめぐって多くの憶測が飛び交っているとした上で、すべての憶測が全くの嘘だ。この問題を扱う際には事実に基づく必要がある。まだ多くの事実は分かっていない。調査の過程で実証される必要があると主張した。西側諸国の政治家やコメンテーターは、ロシアのプーチン大統領がプリゴジン氏を殺害するように命じたと証拠を示さずに示唆している。プリゴジン氏は6月23から24日にロシア軍指導部に対する反乱を企て、これはプーチン氏が1999年に実権を握ってから最大の反逆劇となった。ロシア航空当局はプリゴジン氏が搭乗した自家用ジェット機が今月23日にモスクワ北西で墜落し、乗っていた全員が死亡したと発表している。プーチン氏は24日、墜落事故で死亡した人々の遺族に哀悼の意を表し、プリゴジン氏については過去形で言及。プリゴジン氏とワグネル幹部が死亡したとされる予備段階の情報を引き合いに出して、プリゴジン氏を称賛する一方で、いくつかの重大な過ちも犯したと訴えた。ロシアの捜査当局は捜査を開始したが、墜落した原因はまだ不明。10人の遺体の身元も公式には認めていない。クリミアで軍事作戦相次ぐ。独立記念日に上陸、最新鋭兵器も破壊か。ロシア占領下のウクライナ南部クリミア半島で、ウクライナによる軍事作戦が相次いでいる。ロシア国防省は25日、ウクライナのドローン、無人機42機による攻撃があったと発表。24日は、ウクライナ軍の部隊が一時的に上陸する特別作戦を実施した。ロシア国防省によると、飛来したドローンは電子戦システムなどで全機制圧し、被害は生じていないという。一方、ウクライナ国防省情報総局は、同国の旧ソ連からの独立記念日で、ロシアの侵攻開始から1年半にあたる24日、同局の部隊が海軍と共同でクリミア半島西端の集落、オレニウカと付近のマヤクに一時的に上陸したと発表した。同局は、兵士が暗闇の中で銃を連射し、ウクライナ国旗を掲げる映像を公開。目的は達成されたとし、応戦したロシア軍の兵士や装備に損失を生じさせ、撤退したと報告した。SNS、テレグラム上の地元の情報チャンネル、クリミアの現実によると、上陸地点の周辺にはロシア空軍の通信技術部隊基地や防空システムのレーダー拠点があるという。また同局は23日、オレニウカ付近に配備されたロシア軍の地対空ミサイルシステム S-400 を破壊したとも発表。S-400 は北大西洋条約機構 NATO 加盟国のトルコが
米国の批判を押し切って購入を進めたことでも知られる最新鋭兵器。同局はロシアにとって手痛い打撃であり、深刻な影響を与えるとしている。一方、ノルウェーのストーレ首相は24日、同国が保有する米国製戦闘機 F-16 をウクライナに供与すると発表した。デンマークとオランダに続き、F-16 の提供を表明した国は3カ国目となる。また米国は、欧州が先行しているウクライナ兵への F-16 向けの訓練を米国内でも実施すると明らかにした。対象は数人のパイロットと数十人の保守管理担当者。パイロットについては、9月にテキサス州で英語を学んだ後、10月からアリゾナ州で飛行訓練を始めるという。根本明、ワシントン、下司佳代子。